こんにちはです。今回も青鬼オンラインやっていきましょう。やっとね、青の洞窟5階まで来ました。これ最初動画撮るときさ、なんかキュービーチャレンジをやりたいんだよねとか言ってたんだけど、なんかこれ青の洞窟なんか3回とか2回とかクリアしないきゃいけないらしいし、なんか100サバ10回とか、なんか宝箱40個とか、なんかちょっと大変そうなんで、まあいいやと思って久しぶりに青の洞窟やったってだけでいいわ。もうなんかもうめんどくさくなっちまった。なんでここで行こうかなと思います。どうせね、僕ゲットして終わったー。もう嫌だよ、スピードアップ好きな人誰もいねえよ。やめろこれ。めっちゃ苦戦した記憶あるわ、これある。もう記憶、その記憶しかない。あーもう嫌だ。あ、これなんか、あー思い出した、嫌な記憶が蘇ってくる。多分これ僕のあれじゃね、僕の動画の一番最後じゃない、このあの青の試練系。僕全然やってなかったから、あの最近のやつとか多分これ最後のだぞ、僕がやったの動画の中で。これあれ出てくんじゃね、え、間に合う、あ間に合うのは間に合うんだ。あーで、あーなるほどね。全然タイミング見ないでやったから結構やばいことをやってたかもしれんが、とりあえずここは爆破していただいていけるよね、これ。危ね、ここ通れないんだ。よし、じゃあ爆破してもらって、で、あれが、え、待ってくれ、ん、なんかおかしくない、あ、押せないよね、あの爆弾。ということはどういうこと、え、あれ、あれ、あの爆弾どうやってやるんだ、すいませんあれ、あの爆弾どうやってやるんだっけ。いや、やってるから知ってるはずなんだけど、まあ覚えてるわけがないと。え、どうやってたんだっけ、あれ、おい、あ、こっちから行くってことかよ。待って、なんか変な人いるんですけど、え、違うわ、え、これ、え、これどうやって爆発すんだっけ。いいや、って待って、どうやって爆発するかだけ思い出して、うれ、思い出せみんな。いやー、戻ってきちゃった、リターンズール、くわー、なんで逃げれたの、待って、なんで逃げたんだよ、やった、あ、え、待って、無限ループなんだけど、え、待って、わからん、こっちから、こっちからだ、こっちからか、もう絶対に間に合わないじゃん、じゃあ絶対。あー、なるほどね、オッケー、わかった、次でクリアするわ。なんかさっきめちゃめちゃ格好つけて次でクリアするわとか言ったけど、全言撤回していい、もう絶対無理なんだけども、絶対クリアできるわけがないんだけども。まあとりあえずやり方は分かったから、まあそれに向けて最短ルートで頑張るっていうことを言いながら一瞬通れすがると、まあいいや。で、あ、出たね、今出たから、この間に行けと。よし、間に合い、多分この出たタイミングじゃなかったら押せなくて死ぬよね。はい。で、入って。これ、待とうか。よし。で、この像は最後に壊すやつだね。なんで、こっちから行って、これを、こうでしょ。で、あいつをは、あいつは置いといて、で、これだよね。これを、待った。やばい。いや、間に合うか。間に合うな。で、今、あいつが行ったから、これの間に横から行って、OK。で、その間に、あれが復活してるから、復活っていうか、行けるようになってっから、これで、こうだ。で、1秒楽があるから、あいつが、あ、でもあそこで出てくんだっけ。下で出てくるんだよね、確か。あそこの、ゴールしてたところから。だから、あいつが追いかけてくると思うから、こっちから行くのが賢いのか？上から来る？これ。いや、上から来る説あるな。いや、来ない。あれ？え、じゃあクリアしちゃうけども？あー、横でから今すれ違ったね。すれ違い通信と 3DS かよ、バカがよ、バカだね。あー！後ろ姿！
プリティーなおケツ見せやがってバカがよー。